これはアリッセこれはアラッッこっちだからシミッセこれが人情シメディアンハまさに悪夢だねこれは <laughs> <笑><笑>このギュペットがカリりチにします君たちは子供だなそんなものよりイノベーションについて考えなよ リコーダーを吹いていたらとても悲しくなっておかえりなさいママじゃない姉さんほら毛布おかしな洗わない おやてますね、どうしゃパシャパシャパシャパにまわりましょ よしょー落ち着け6文字以内で説明はい子供の住み合わせて一部のャラを乗り立たせたのですが調整をミスしてしまい想定以上に押さなくしてしまいました以上 オーケーそして NG あなたはどですかすみません、受けると思ってはい。で、想定以上とな。生後にかけはい。生後にかけてのノリにしてしまいました。 それもうロジではなく赤とけばはい、ロジではなくバグですバグ<ル>え、それはいつ戻るんですか不明です、いつったと言ったでしょうバグならんバグ、あ、これいまい この状態で放っておくわけにもいきませんねおや倫理的な発言ですね私たちには血の涙もありますからまあそうですねあの彼に赤子の世話を頼みましょう彼女ですができますかね

これもアビスこれはアラシこっちが殺しえ、これが人情締です目の前に置かれた四人の赤子を前にしてシンデレラは長い長いため息をついたはぁ、あ…それでマリアルと設備と資金は揃えましたあとこそだしやすい世界もこの通り後で元に戻るまでのお世話を断る 人形たちの言葉を遮って、シンデレラが立ち上がる。そこに、赤子となったアリスたちを狙った、ナイトメアが現れた。はは、まさに悪夢だね、これは。

言ってること、めちゃくちゃだろう。私は戦い続ける。いつの間にか、人形たちは姿を消していた。 現代風の世界に残されたのは、シンデレラと四人の赤子だっけ。冗談じゃない。寝ている赤子を起こさぬように、彼女は足音を忍ばせて、その場から去ろうと試みる。しかしその時、火がついたように、ドロシーが泣き出した。それにつられるようにして、 他の赤子も声を張り上げる。ち、赤ん坊になってもうるさい女だね。黙らせようと、シンデレラは下打ちしながらドロシーを抱き上げた。その体は予想以上に軽くて柔らかくて、そして何より暖かかった。 ため息混じりに、シンデレラはつぶやいた。赤ん坊に罪はないか。それに、元に戻ったとき、このことをネタにからかってやるのも楽しそうだ、と卑劣な灰かぶりは、口元を歪める。とは言うものの、数時間おきのミルクに夜泣き、それが四人分ともなれば、 さすがの彼女も疲弊した。マニュアルなんざ役に立つか一番夜泣きがひどい人魚姫をあやしながら、シンデレラはアラジンのおむつを替える。この月齢だと、そんなに似合わないな。赤子特有のそれに、シンデレラは感心したように目を瞬かせた。 なあ、もう、めんどくさい。私は何をやっているんだろうね。こうして命を集めながら、命を育んで。赤子なんて、簡単に殺せるのに。そうすれば、作者の復活にも近づくのに。 すべてはクソったるな人形たちのせいだ私は戦い続ける。 ミルクを買って戻ると、シンデレラは赤子たちに手際よく飲ませた。ほら、さっさとゲップしてくれ。そう言いながら、抱き上げた赤子の背中をトントンと叩く。すると、アリスだけうまくゲップできず、吐き戻してしまった。うわ、たね後で覚えてな。 シンデレラはアリスの口元を素早く拭う。その横ではアラジンが投げ出された買い物バッグの中に頭を突っ込んでいた。おい、こら、お前何食べてるバッグの中から引きずり出したアラジンは、その口に紙幣を加えている。ガキの頃から金かよ。 シンデレラは呆れて天を仰いだ。 シンデレラがアリスたちを育て始めてから5年の月日が流れた。その間、誰一人元に戻らず、記憶を取り戻すこともなく、シンデレラの子供たちとして4人はすくすくと育っていた。子供たちの成長に伴い、疑心と暗キが用意したアパートは手狭になったので、 一家は閉園していた近所の幼稚園に移り住むことにした。少し遅いが入園式だ。わーい幼稚園の広い庭を子供たちが駆け回る。その様子をシンデレラは目を細めて眺めていた。 さて命を集めて監禁しますか子育てには金がかかるんでね新ママの苦労が身にしみるよ 買い物袋を持って幼稚園に戻ったシンデレラを目ざとく見つけた小さな影が廊下をペタペタと走りながら迎え出る。お帰りなさい。あ持っていた毛布が足に絡んだのか、小さな影は玄関先で見事に転げた。おい、大丈夫か 転んだ体を抱き起こしながら、シンデレラはヤシナイゴの顔を覗き込む。大丈夫、平気。少し赤くなった鼻を押さえながら、女の子はシンデレラに抱きついた。お帰りなさい、ママ。じゃない、姉さん。ただいま、アリス。 姉さん、これ見てください。泥団子と鳩の死骸を合わせたドロシースペシャルです。リコーダーを吹いていたら、とても悲しくなって。君たちは子供だな。そんなものより、イノベーションについて考えなよ。日曜の昼下がり、ドロシーと人魚姫、アラジンは、思い思いの意見を言い散らかしていた。 シンデレラが壁に向かってシミを数えているアリスを着替えさせていると、ドロシーが泥団子をアラジンの顔に投げつけたのをきっかけに、大騒ぎの喧嘩が始まる。五歳児うるせえ お前らが騒ぐからナイトメアが寄ってきたぞいや怖いふふ、<laughs> このギフテッドがっり打ちにします怖いんだろ涙目で強がってんじゃねえお金を稼ぐチャンスだね お前は少し怖がれ。たく手がかかるな。この勝利は彼のために。 ドロシーたちをなだめていると、かぼそい声が遠慮がちにシンデレラを呼んだ。姉さん。はいはい。どうした、アリス。って、あんた、鼻血が出てるじゃないか。先ほど転んで顔を撃ったせいだろう。アリスが握った毛布には血がついている。ほら、毛布を貸しな。洗わないと。 やだ。これないと寝られない。アリス、僕の毛布をあげるよ。アラジンが毛布を差し出すも、アリスは首を振って自分の毛布を握りしめた。ブランケット症候群ってやつか。全く子育ては難しい。と、シンデレラはうなだれた。 自分の隣で深い寝息を立てる子供たち。その寝顔を見つめていたシンデレラはいつの間にか緩んでいた自分の口元に気づいた。情報が湧いたってやつなのかね。以前の自分からは考えられない変化に、灰かぶりは苦笑する。もう五年か。 そういえば、とシンデレラは思い出す。人形たちとはいつから会っていない。最初の頃は様子を見に来ていたのに。まあ、ムカつくだけだからいいけど。そうつぶやくと、シンデレラは静かに立ち上がった。さて、夜勤と行きますか。 ドロシーは変なオブジェ。人魚姫はリコーダー。アラジンは難しい話。それらは私を喜ばせるためだと知っている。子供ってのは分かりにくくて分かりやすいよな。アリスは、そうだ。え。私と四人のチビどもを描いた。 あの絵はどこにしまったかなその日は朝からピクニックに出かけたシンデレラは いっぱいのお弁当を持って。人魚姫はリコーダーを吹きながら。アリスは毛布を汚さないよう首に巻いて。アラジンは適度な運動と年収の相関性を喋りながら。ドロシーは最後尾で図鑑を携えて。暖かな日差しの中を 五人は笑いながら歩いていく。そろそろ広場だ。そこで昼にするぞ。そう言って振り返ったシンデレラは、一人足りないことに気づいた。ドロシーはどこに行った